七州城は1782年、現在の愛知県豊田市小坂本町付近にあった日本の城である、衣藩の藩城が置かれた。通称は七州城で正式には、地名の通り、衣城という。衣には、鎌倉時代の1309年に、中城影長によって金谷城が築かれたが、戦国時代に今川市、後に小田市に攻略され、 江戸時代初期である1604年に、三宅康史邸が一万国で入法した。こ忠氏は、城の破損が著しいことから、金国城から1キロメートルほど北に陣屋を構え、桜の木を植えたことから俗に、桜城といった。寛延2年、内藤氏が城の改修を計画し着手したが、矢作川の氾濫により何度も被害を受けたため、 桜城から高さ65メートルほどの丘である、同時山に移し、三河国、尾張国、美濃国、品野国,国、伊賀国、伊勢国、大見国の7つの国が見える高台にあることから、七州城といった。明治以降は、学校敷地となり、一部が豊田市立道寺山小学校や愛知県立豊田、東高等学校として利用され、現在は豊田市美術館の敷地と、 上席公園として整備されている。移行としては、豊田市美術館敷地内に、倉台の石垣が残り、1977年に、墨櫓が復興されている。墨櫓に隣接する書院は、また否定と言い,い、明治まで寺部城の城内にあった書院である。明治年間に千争町の竜久佐市院に移築され、その後解体される予定であったが、1977年、 住屋倉再建とともに、豊田市によって現在地に移築された。また、衣祭りの出し蔵に、城の建物の解体部材を転用したものがある。また、豊田市内の個人宅に、蔵を移築したものと伝承のある建物が、現存している。ありがとうございます。